サッカーになっていいです、雰囲気を楽しんでください、本田選手が関わったサッカー選手で一番行かれてたやつは誰ですか？こいつはマジでいろんな意味でやべえと思った選手。行かれてるって言い方はちょっとまあマイナス面じゃないですか。で、それで言うと、変わってんなと思ったのは、まあ、マリオですね。バルテッリ。あいつは、まあ、その辺変わってますよね。バルテッリのイカれてるエピソード。なんか、前に話したかもしれないですけど、3日続かないですよね、自主練。行かれてるでしょ、3日続かない。3日坊主ってバルテルのためにあるのにと思いました。はい、国内外問わず、数多くの名選手と仕事をしてきたと思いますが、イメージと違った選手を教えてください。イメージと違った選手、まあ、例えばよく例に挙げられるところで行くと、まあ、バロテッリはみんなが思ってるような選手でもあり、こう全然素直でいい子っていう側面があるんですよね。その人の話をすごく聞くし、むしろ教えてほしいみたいなスタイルを持ってたりもするし、ミラノ時代はそうやって彼にいろんなことを話してたんで、でもイメージ通りの部分もあります。はい。バルテリが学校をサボって練習場に来ていたいじめられっ子のために、その子を学校へ連れて行って校長に抗議をして救ったエピソードが好きなのですが、ご存知ですか？知らなかったですね。もし本田さんがバルテリと同じ立場だったらどのような対応をしますか？これどういう意味やろ。来ていたいじめられっ子に、その子を学校に連れて行って校長に抗議。ああ、そういうことか。はい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 。あの、練習に来てた子がいじめられてたんですね。で、その子をそのまま学校に連れてったんですね。なんかまあ、マリオっぽいよね。でも、その場面になって行動できるってなかなかできないと思うんですよね。僕もできなかったんじゃないかなと思います。だからマリオすごいですよね。これで行動に移してその子を救ってあげたっていうの、できることじゃないと思います。はい。普通できないですよね。